やむなし。戦上手と名高い堀秀政は自らの不利を悟って撤退。残る敵は長久手の湿地に布陣した羽柴軍の先鋒部隊だけとなった。いざ見せつけん、三河武士はもはや決起に流行るばかりではないと。家康は地の利戦術をもって羽柴軍の勢いに対抗。井伊直政ら後に徳川四天王と呼ばれる側近たちの奮戦により、森長吉、池田恒興ら歴戦の名将を討ち取った。戦いは徳川軍の大勝利に終わった。この勝利によって家康の実力は世に知れ渡り、秀吉に対抗しうる唯一の人物として揺るがぬ名声を得たのだった。